のハートソングス。こんばんは、前田敦子です。ラジオネームまやさんからのメッセージです。あっちゃんに質問です。私は今高校3年生で、2月の終わりにある卒業式練習の後に表彰式が行われます。私も何個か表彰を受けると言われていました。でも私は目立つことがとにかく嫌で、全校の前で表彰を受けるなんて本当に地獄です。帰って調べてみると、確かに全国の何かの賞ですっごそうでしたが、表彰されると思うと嬉しくないです。あっちゃんは学生の時、全校の前とかで表彰される時嫌じゃありませんでしたか？私表彰されたことないからわからないですけど、すごくないですか？嬉しいですよ、私だったら。まあスピーチとかがあったらね、嫌ですけどね。でもそこに立ちたいって思ってる人って多分すごいたくさんいるから、そこはもうなんかちょっと胸を張っちゃっていいんじゃないかなって思いますけどね。いいじゃないですか。なかなか表彰ってされないですよ、人って。そういうのってなんか自信につながりません？すごいじゃないですか。なんかの賞って何なのか気になるけどおめでとうございます、まやちゃん。いいんですよ、胸を張って受け取ってきてください。さてさて、もうすぐバレンタインデーということで、バレンタインにぴったりなラブソングをお送りしていきます。今日はボーイズタウンギャングの君の瞳に恋してるです。これはね、もうみんな聞いたことあるよねっていうね。1982年のヒット曲、日本でもドラマで使用されたり、もともとはフォーシーズンズのフランキー・バリのヒットソング。あ、そうなんだ、これカバーってことですか？知らなかった。それでは聞いてください。また明日。前田敦子でした。